はい、どうも。はい、どうも。ということで、はい、あ、これモカリンさんからもらったやつまだ残ってるんですけど、これをね、そう、スープがないと、あと今マヨネーズ切らしてるからマヨネーズで食えないんですけど、これ食いたいと思います。あ、いいねもどうも。まあこれ食うだけなんですけどね。よし、じゃあちょっとウォーターサーバーの入れます。マヨネーズがないのはきついな。トイレ行ってきます。トイレ行こうとしたら親が入ってたし、あとマヨネーズどうやらまだ1個あるらしいです、どっかに。よかった、マヨネーズないとな、うまさが半減するからね。やっぱ焼きそばにマヨネーズかけないとね。あ、からしマヨネーズうまいっすよね。からしマヨネーズ買いたいんだけどな。やばいよ。まだほら手が赤いのわかる？手ヒリヒリするもん。ちょっと赤いんすよね。で、腕とかもなんかちょっと痛いの動かすと。まあ、そこまでアホみたいに痛くはないけど。明日やばいかな。そんなアホみたいには痛くないけど。動かすとちょっとだけ痛い。まあ、手ってか腕ね。あと、ちょっと赤いんすよね、多分。手のひら。あんまわかんないか。電気照らせばわかるかな。ちょっと赤い気がするんだよね。よいしょ。明日筋肉痛かもしれないです。さあ、そろそろいいかな。3分ぐらい経ったかな。あ、トニーちゃんさん、チアリーダー10倍話す。ありがとうございます。そろそろいいかな。ちょっとお湯捨ててくるわ。よいしょ。
オーバーって思ってたらどうしたんだよ。俺しまわないよ、まあいいけど。あんたがいつもどっかに置くよね。俺はしまわないよ、まあいいけど。あんたいつも自動車放っとくとかいろいろするよね、なんでもね。ほんでみんな人の手にするよね。でも売っちゃったじゃないの、どっかに。俺だって、俺しまうとこなんだよ。並べといたのみんなあんた箱どっかへ放り投げたよね。私にはもう全然わかんないけど位置が違うから、あんたが放り投げたよね。あんた勝手にいじってるよね。マヨネーズありました。よっしゃ。うわ、変な風に切れちゃった。おや、うるせえな。正直これだけじゃ足んないと思うんだけどな。おにぎりとかあったらいいね。焼きそばにおにぎりとか合うしね。ただないんですけどね。セブンイレブンのなんかあのちょっと高いあの海苔がしなしなしてる系の中にあのいくら入ってるやつ食いたい。ちょっと高めのやつ、なんか200円近いやつ。あれとこの焼きそば食ったら最高だろうな。まあ、行くのめんどくさいから行かないですけど。さすがにおにぎり買うためだけに。行くのだるい。しかも焼きそばも作っちゃったし。こだわりなんだけど、マヨネーズつけるんだったら、このふりかけはマヨネーズの後にやった方がいいよね。完成しました。よいしょ。
うまっ。めっちゃうまいわ。いや、僕マヨラーなんで、うん、昔なんかもっとやばかったよ。もっとかけてたよ、うん。ああ、うまいね。まあ、できればもっといいもん食いたいけど。まあ、十分うまいわ、腹減ってれば。うん。マジで足んねえわ。やっぱちょっと足んなかったな。ちょっと少ないなと思ったんですよ。よいしょ。はい。セーラームーン。はい。はい。マヨネーズ戻せな。おにぎり1個あった。マヨネーズ持ってったついでに、なんか、お買ってんとこ見たらおにぎり1個あった。うん。わあ、ご飯硬い。ご飯硬いっすよ。ちょっと伝わんないかな、これ。伝わりにくいと思うけど、硬い。うわ、硬い。ボロボロじゃん、これ。まあ、ギリ食えるぐらい。結構硬いぞ、これ。うわ、これはきついね。硬い。うん。あ、こういうさん、さん、気合いが現場やかー。ありがとうございます。ありがとうございます。うん。うん。うまっ。おにぎり硬い。硬っ。うん。焼きそばはうまいけど、おにぎりはちょっと硬くて。うん。ポンポンどうも。完食。
うん、ああやっぱね、焼きそばにマヨネーズはぶっ飛ぶよね、ほんと。うん、池袋ウエストゲートパークのまこっちゃんじゃないけど。まこっちゃん超マヨラーだからね。知ってます？ IWGP の。まこっちゃん。すごいです。焼きそば。なんかね、お母さんが作ってくれた焼きそばに、もう焼きそばが見えなくなるぐらいマヨネーズかけて、お前もやってみろよ、これ！マヨネーズぶっ飛ぶから、これ焼きそばに！とかつってさ、ブワーってだけ出して、もう、焼きそば見えなくなるのよ。なんかこれ、ガーって食って、うめえ！とかつってさ、知ってる？うん、あ、ポンパーだす。さあ、焼きそば食ったらもうやることなくなった。あ、ハートどうも。またね、どうも。できることなら、ポテトチップスが食べたい。ポテチが食べたい。マヨラーだけど、焼きそばにはかけたくない。焼きそばにマヨネーズかけないとか、マヨラーじゃないでしょ。いや、わかんないけど。他のものにはかけまくるの。うんうん、焼きそばにマヨネーズかけないとかさ、ありえないんだけど。うんいや、俺、マヨネーズつけるものには、もう本当にめっちゃマヨネーズつけたい。生姜焼きとかにもめっちゃつけたいしね。ハートトンも。うん。ポテトチップスの塩味にマヨネーズ美味しい。ほんとかよ。ほんとっすか、それ。うん、俺、マヨラーだけど、その発想はないし、まあ、別に、今味想像してみたけど、別にまずくはなさそうな気もするけど、別に特別うまい気もしないけど、ね、うん、肉じゃがはマヨネーズかける。うわー、肉じゃがにマヨネーズっすか。うわー、それどうなんだろうな。あ、セロリのマヨネーズはやばいっすよね。ぶっ飛びますよね。うん、いや、あのさ、じゃがバターにさ、マヨネーズってちょっと微妙じゃない？いや、わかるよ。普通にさ、なんかあの、お祭りの屋台とかに、マヨネーズとか添えてあるっていうか、その、バターとマヨネーズがこう置いてあって、好きにこうつけてね、みたいなのあるけど、なんだろう。バターとじゃがいもって美味しいじゃん。でもさ、バターたっぷりつけないとなんかちょっと嫌じゃん。わかる？じゃがいもにバターってめっちゃつけないと嫌なのよ。でも、なんかこう、冷めてくると、そのバターが溶けにくくなって、うまくつかないっていうか。うん、でもそういう時マヨネーズって便利なの。マヨネーズってバターほど固まんないじゃん。冷たくなっても。だから、そういう時は確かにじゃがいもってマヨネーズ結構マッチするから、あの、マッチっていうかこう、一緒になるのよ。つけれるのよ。結構冷めてきても。でも、ね、マヨネーズでも確かにまずくはないんだけど、どう考えてもバターたっぷりつけたじゃがいもの方が美味しいのよ。うん、でさ、一回マヨネーズつけちゃうとおしまいなんだよ。わかります？バターのついたじゃがいもにマヨネーズつけても全然美味しく食えんのよ。でも、マヨネーズのついたじゃがいもにバターつけるともう美味しくないのよ。わかります？一回だからマヨネーズをある程度の範囲でつけちゃったらもうそのじゃがバターは美味しくバターで食えなくなっちゃう。わかります？うん。じゃがいもにね、マヨネーズってね、もうね、戻れない道だからね、本当に。うん、バターのついたじゃがいもにマヨネーズつけても全然美味しく食えんの。だからバターがちょんもりついてて、ちょっとなんかついてるぐらい。で、バターじゃない。マヨネーズをつけたら全然美味しいのよ。でも、マヨネーズがある一定の量ついちゃったら、もう、
それ、そこにバターメインで食おうとしても美味しくないの。だバターが、ね、バター2のマヨネーズ8ぐらいだったら、全然食えるんだけど美味しく。その逆の、ね、マヨネーズ2でバター8で食うと美味しくないの。バターってなんかさ、なんか薄味のなんか独特の風味を楽しむ感じやん。あの、風味というか。それがマヨネーズの強い味でかき消されちゃう。で、それでいて、なんかこう、邪魔になるの、そのマヨネーズの強い味が。バターの風味の天敵なの。でも、マヨネーズメインだと、そのバターの風味が、あの、ちょっとあっても全然美味しいの。うん。マヨネーズメインのやつになると。マヨネーズメインでいくと。わかります？俺だけこれ。僕だけですか？俺意外とグルメなのかな？そもそも誰もそんな食い方しない。そうですか。だってどうする？なんかさ、ジャガバターでさ、マヨネーズがたっぷりついたやつをさ、例えばさ、なんか一緒にお祭り行った人がマヨネーズたっぷりついた、ね、でもバターもなんか、端に置いてあるジャガバターをこうね、ちょっと食べて、これあげるよとかつってくれたらどうする？なんかマヨネーズたっぷりついてるの、なんか全体的に。こんなのよこすなよって思わない？でも、バターが全体についてるやつよこされたら、まあ別に全然食えんの。わかるっていうこと。わかる。一緒にお祭りに行きました。お祭りに行って、ね。二人で行って、で、もう一人がジャガバター食って、でもジャガバターってさ、あれ結構量あるじゃん。一人じゃ結構食えないぐらいじゃん。飽きてくるし。で、それで、なんかこう、ちょっと食べて、ね、なんか残ったの食うって言われて渡されて、ね。その、ジャガイモ全体に、バターが、ね、じゃがいも全体にバターがついてるのは全然いいの。でも、マヨネーズが全体についてて、で、それでバターがまだ残ってたら、これ渡しますって思わない？思いません。僕だけですかね。僕だけですかね。これ僕だけ？ラーメン屋行ってね。ラーメン屋行って、なんか、回し食いするパターンで、ラーメン食べて、ラーメンの麺を歯で切るやつどう思う？なんかさ、芸能人とかがさ、テレビとかでさ、なんかあの、ラーメンをなんかこう回して食うパターンあるじゃん。みんなで味を見るみたいな。で、その時さ、普通にさ、ラーメンすすってさ、ラーメンを最後ね、あの、歯でちぎって長いから、麺が長いからね。ちぎってポトってなんかそのスープとラーメンの中に戻すとどう思われ？ね、回し食いするんだったら全部すすれよって思わない？うん。俺結構そういうとこ見てんのよ。うん。なんかね、見てるとね、やっぱね、あの、男の芸能人は大体ほとんどがこう回し食いする流れでも、こうやって食って歯でちぎるの、前歯でちぎってポトって落とすのよ。で、女の子の芸能人だと、あの、やっぱり、そのまま全部、ラーメンを最後まですする人が多い。いや、だってさ、ありえなくね、あれ。回し食いするのにさ、ね。あの、こうやって、食べて、ね。ここで、だって、歯でこう、自分の歯が、ちぎったやつが、ポトって落ちるんだよ。ラーメンの中に。回し食いするのに。それ食うんだよ。回し食いされた人は。そこをちょっとさ、でもさ、ラーメンをさ、そのまま全部さ、ちぎんないで、全部その麺だけすれば、ここでちぎったやつ落ちないんだよ。まあもちろん、ね、あの、唾液とかそういうのは、あの、箸とかについてるかもしんないけど、でも、唾液がついてるのと、ここの歯で食いちぎったその感じってちょっと違うじゃん、なんか。うん。
で細かいこと言うと、だってこの歯でちぎった場合、歯にさ、こうなんか歯垢とかね、あのどんだけ綺麗にしてても歯垢とか多少あると思うのよ。その歯垢とかがちょっとちぎった時にちょっとついちゃうと思うのよ、ちょっとは。でも歯垢はさ、別にさ、こうやってさ、あのすすったぐらいだったら多分そんな落ちないと思うし、あとこの歯型みたいなのも残るじゃん、その、うん、だでもね、これ全部吸えば唾液ぐらい落ちるかもしれないけど、唾液ぐらい、唾液とさ歯垢とさね、あの歯垢がちょっとついちゃうのかもしれないのと、あとその歯型がちょっとつくのってちょっと違うじゃん、またわかる。でそれをちょっと気をつけて最後まで吸えば、それをね、あの予防できて渡せるのに、うん。いや、よく見てみてください。ほんとね、そういうラーメンとかをね、回し食いするパターンでね、男の芸能人はほんとに最後にラーメン、歯でちぎって、ポトって落として、それを回すパターンが多い。大体そう。でも、女の子の芸能人は大体最後まですする。俺が見てきた感じ、女の子の芸能人は大体8割ぐらい、7、8割ぐらいは、ちゃんと最後まですすんのよ。男はね、もう、9割ぐらいもう、歯でちぎって回す。うん。僕だけですか。え、でもさ、なんかマナーみたいなもんってそんなもんじゃん。マナーってそういうことじゃない。ほんとちょっとのことでもさ、なんかこう、ねえ、マナーってそういうもんじゃない。もしエナコリンとラーメンを食べに行って、エナコリンは絶対ね、じゃあ回し食いしようってなった時に絶対最後まっすると思うの。絶対く最後まっすると思うんだけど、でもそれを見て、あ、やっぱエナコリンは最後まで進んだなと思うけど、なんか途中で歯で切ってみてって俺言ってみるかもしれない。そしたらエナコリンのね、途中で歯で切ったねやつがポトって落ちたやつを僕が食べれますから、次。でも多分言わなければそのまま食べちゃうだろうけどね、あの最後まで吸うだろうけどね、ナコリはきっとって思ってます。うん。ポンポンとナイスしました、ありがとうございます。まあナイスはちょっとあれですけど、ありがとうございます。どうしよう、次枠どうするか。なんか話すことある。次役取ります。あんま、まあ話すこともないんだけどね。いきますか、次役。でもさ、ほんとさ、次役もほんと俺求められなくなったなと。俺がさ、すごいニコニコやってる時とかさ、もう本当俺の配信が終わる時さ、次役頼むとかってバーって弾幕来たからね。本当もう求められなくなったよね。まあ配信自体が面白くないからね。うん、みんな俺の配信すげえ楽しみしてたから、昔なんて。もっとやってって、もっとコメント、弾幕みたいに流れたら本当に。弾幕じゃないの。昔はね。次枠行くか。次枠行きますか。次疲れちゃうからラジオで撮ろうかな。閲覧下がると思うけど。ラジオで行きますか。じゃあ次枠行きます。あー、うーごさんありがとうございます。やった。